ドリルで、うん、まあ、もうこの奥はもう関係なんですけども、いや、もう今ではもうこういう作り方はしないんで、こっちの方が楽しいんですよ作ってて、ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン、クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターのロンメン、この一曲特別特撮隊隊長のチェンだ。今日は前回に引き続きこの人の後編をお届けするぞ。早速で恐縮だが、この番組のテーマ、あなたのインストールを教えてくれないか。私のインストールはアクション映画を見ることです。理屈に縛られずにかっこよくバンバン打ってるような、男たちのバンガとかデスペラードとかのもたれへんやんみたいな鉄砲を両片手でこう持って、もう100人ぐらいのギャングをなぎ倒すような、グラングラン体動きながら、絶対当たってないんやけどもかっこいいっていうような、まあ、ありえへんけどももうロマンの塊としてかっこいいっていう、映画の気持ちいいポーズをかなり参考にはしてますよね。気持ちで突き抜けるっていう部分の、その燃料を入れるっていう、行為としては、自分が好きだったものを見直して読み直して原点に戻る、そっちの方が正しいんかなっていう、自分が楽しいことを自分の作ったおもちゃで再現できて、これあれやって言ってもらえたら、もう言葉を超えてあれっていう風に伝わったってことですから、作ったもんで会話できて、それがお客さんにちゃんと伝わるっていうのが、究極だと思うんですけど、なるほど、納得できるインストールだ。もう少し詳しく聞かせてもらおうか。クリエイティブトレイン、チャンネル登録よろしく頼む。もう手で作ってた時はもう自分の気持ちいいように手動かしてったら商品ができてたんですけども、もうデジタルになったら、感覚として楽しいっていう部分を追いかけることができなかったので、3年間ぐらいはもうひたすら苦しかったっていう。Gブラシっていう、そうですね、普通に、こういう仕事してる人は、まあ、このソフトは、まあ、抑えてはるなっていう、まあ、メジャーなソフトですね。要するにスパチュラ、ヘラでこうニュー、まあ、デジタル上でヘラの形にへこましてくれるっていう形ですね。もちろんデジタルなんでヘラは見えないんですけども、もう無段階に大きさから、要するに鋭さから、どんな形状でも何でもこの自分で設定して無限のバリエーションで加工はできるんですけども、この腕が、まあ、プリントアウトされたのがこれですね。液にべちゃってつくって、で紫外線のレーザー当てて、で固まったところだけこう作っていくっていう、で紫外線当たったらそこだけ固まるので、層を積み重ねていって造形していく機械になるんですけど、そのデジタルのできることの幅が、肉眼のその範疇をもうはるかに超えているので、特にフィギュアでこう服を作った時、手で作った時はこうやけども、データで作ったらもうこの布の目まで造形できるっていうような、単純に言えばもうそういうところでもう勝てないっていうところがあったので、でまあデジタルに移行したっていう感じですよね。実際にまあプリントアウトして、それを動かしながら、動かしたものを見ながらパソコン上で調整をするっていう、いろんな失敗、さまざまな失敗を試せる、
でその中から何かしらの偶然で、あ、これ拾いもんや、いいアイデアやみたいな、そういうのを探せるっていう意味ではデータルの方が、うん、なんか視界が広がりやすい。まあいずれはバーチャルのこの VR の VTuber みたいなあるじゃないですか。自分の分身みたいなのがそのパソコンのそのバーチャルの空間の中でそいつを動かしてなんかしたいみたいなのはあるんですけどね、うん、おもちゃにして商品にしたらやっぱりコストがかかるけど、バーチャルの空間に持ってくだけやったらゼロ円じゃないですけど、もう感覚的にゼロ円なわけじゃないです。プラスチック使ってもなければ金属も使ってないわけですから、そうなったら、楽しいやろうなっていう。ヘッドギアかぶればいろんな人がそれを遊べるみたいな空間、まあ、そういう世界になれば、もう楽しいのサイクルがこう、まあ、高回転になるかなっていう。どうしても工場で金型で成形してお客様に届けるってなったらこの期間が膨大になるんですけども、作ったものを楽しんでもらえるっていうところで、パソコンがあれば即楽しんでもらえるっていう、これはある意味究極のなんか、まあ、趣味じゃないですけど楽しいの共有っていう、ところになるかなと思うんで。クリエイティブトレイン、楽しんでもらえたかな。次回も素敵なゲストが登場するぞ。来週も楽しみにしてくれよ。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この番組が面白いと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもよろしく頼む。